はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学、いろいろな多項式の計算丸2をお送りします。で、前回のね、丸1で掛け算とか割り算を配るね、やり方をみんなに覚えてもらって、それのね、この前はレベル1とレベル2で終わったので、レベル3、ね、をやっていきます。問題数がね、めっちゃ少ないですね、たったの5問しかない。で、実はこれ途中式をちょっと今回書きますんで、こういう感じになっちゃってるんだけどね、できそうな子はね、いつも通り動画を止めてやってみてください。で、俺の方はね、早速解説というか説明をね、始めていきますので、ちょっと自信のない子は一度聞いてもらえたらと思います。いいかな。それじゃあ早速始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではね、今回はポイント、まあこの問題に関するポイントは一応書いてありますけど、ほとんど問題だけなので1番からいきます。問題、2分の x-3y マイナス3分の 5x プラス 2y です、ね、前回のレベル1、レベル2にはなかったタイプ、分数の上にね、こう乗ってて、それが2個あります。で、このタイプの問題は分数なのでね、まあ、しかも下揃ってないからさ、通分をします。で、通分したら括弧を使います。いいね、慣れてきたら括弧を使わなくてもいいんだけど、まず最初は括弧をきちんと使ってやっていく。で、どうやるか。で、まずは下がさ2と3なので、通分は6に揃えればいいよね。で、どういう風に書くかっていうと、6を書いたらめっちゃ長い文法にします。あ、文章のっけます。で、どうするかちょっとよく見ててね。今さ、左からいくよ。2を6に変えてるから3倍してるじゃんか。つまり上も3倍します。いい、下を3倍したから上も3倍です。で、3倍をするので、3を書いてここのもともとあったやつに括弧をつけます。いいね、ここまで大丈夫かな。で、次こっちは3が6になってるから2倍だよね。なので同じように2を書きます。ただここにマイナスがいるので、同じ一緒にマイナス2ってしてください。で、もともといたやつを括弧の中に詰め込みます。いいね、これがやり方です。だから通分したら括弧を使うんです、必ず。で、これで終わりかと思いきや、上は計算します。で、6分の括弧のやつをね、こう3を配っていくよ。 3x でしょ。で、もう一個3配るとマイナス 9y で、今度青ゾーンに行こうか。マイナス2を配るとマイナス 10x でマイナス 4y で、ここまで来てまだ計算ができるからね、同類項をまとめに行きます。で、 3x グループはこの2個マイナス 7x で、 y グループがこの2個マイナス 13y。 これでやっと丸がもらえます。いいかな。この分数の問題は学校の定期テスト、そして受験とかにもよく出ます。これ引っかかることが多いからさ、いいね、ぜひ引っかからずに乗り越えてください。で、3番ね、まあこれ1、2なんで、こっち3番いきます。で、3番も同じタイプの問題なんだけど、こっち分数がないように感じるんだよ。そうするとね、若干通分の時にうんって思う子が出てくるんだけど、これさ、いい？ここに線を引いて1があると思って考えてください。1分のって。で、通分すれば1と3なので通分すると3だよね。で、こっち3倍してるので3括弧 x プラス 3y ね、左側が終わって右側で、右側は3と3で変わってないじゃんか。で、変わってないとそのまんま書こうとする子が出てきます。こうやって、しかもマイナスだからこうだよね。でもこうじゃなくて、マイナスを書いたらやっぱり括弧をつけるんです。ここ、このいいじゃん別に括弧ぐらいって思うね、気持ちもすげえわかるんだけど、この括弧がなくなっただけで計算ミスでなくなるよ。あ、答え出なくなるからね。いいね、めんどくさいんですけど、ひと手間お願いします。で、この下入るかな。これをね、また計算をしていきます。
さて、これは入っているでしょうか。あ、ギリ入ってるね。で、赤ゾーン3を配ると 3x プラス 9y で、後ろはマイナスをね、配るのでマイナス 2x、後ろも変わってマイナス 7y です。いいね。で、これを計算して3分の x 族がこことここで、 y グループ、さっき x 族って言っちゃったね。 y グループが足してこう3分の x プラス2y で、丸になります。いいかな。さて、これでまずね、明らかにもう分数と分数っていう、こういうタイプの問題はこうやってやってください。で、右側です。これさ、実は前回の動画レベル2だっけな、ね、出てきてるんです、似てる問題が。で、その時はここにあるのを普通に配って配って、こいつを配って配って計算をしました。ただ前回のレベル2よりも明らかに難しいんです、こっちの方が。何が違うかって、配った時に整数にならないんだよ、割り切れない、綺麗に分数なん全部で。このタイプの問題は配って地道に頑張る子と、こっちのタイプのやり方で解く子の2個に分かれます。で、おすすめは俺はこっちなんです。こっちで解いた方が楽だと思ってる。でも地道にやった方がね、特に女の子とかは地道にやりたがる子もいるので、こっちは地道に頑張ります、まずね。で、こっちの問題はこのやり方で教えるから、好きにね、そこはうまく組み合わせてやってください。じゃあまずね、地道な方からいきますね。で、地道なやり方はもう配ります、とにかく。で、まずね、配ってもう割り切れないから8分の 7x でしょ。で、配ると8分の2で約分して4分の 1y になります。いいね。次、プラス2分の1配るので、プラス2分の 1x と配ってプラス、ここ割り切って y だねってなるじゃんか。そしたら x グループ、ここね、8分の7足す2分の1っていうのをやるとこうでしょ。通分するから2分の1が8分の4になる。だから8分の 11x になります。いいかな。で、こっち y グループはマイナス4分の1とプラス1です。マイナス4分の1足す1って、これ計算するとプラス4分の 3y になります。これで OK。 いいね。これが地道なやり方です。で、こうやって答えを出してもいいし、別解で8分の 11x プラス 6y、 これも OK です。いいね。どっちで出ても大丈夫なので、おそらくこっちのやり方でやった子はこれが出てくると思う、答え。地道にやるとね、こっちが出ますけど、どっちでも丸もらえるからね。で、最後、こっちね。じゃあ、ここに関してはこのこっちのやり方でいきます、俺が好きな方のね。で、どうやるかっていうと、これ分母を見ると2と3になってるじゃんか。だからこっちと同じで通分しちゃいます。で、2と3だから6でしょ。で、めっちゃ長くします。で、まず左から、2を6に変えてるから3倍じゃないですか。で、ここ3かと思うんだけど、もともとこいつ3がいるので、これにかける3して9がきます。ここ気をつけてね。3倍して、もともと3がいるからサザンが9ね。で、カッコ x-3y ってあるよ、これ赤ね。で、右のゾーン3が6になって2倍だからマイナスいるね、マイナス2でカッコこうですね。で、こうなったらこっちともうね、やること同じなので計算していきます。6分の配ろうか、 9x マイナス 27y とマイナス 14x プラス 4y で答え、6分のマイナス 5x
マイナス13は、これ合ってるかな。あ、13じゃねえや。ごめん、ちょっと23だね。23はいってなります。これで OK で、この地道に配った方でやると、これ入るかな、ここギリか。青で書けばいい。マイナス6分の 5x マイナス6分の 23y、 これも OK です。いいね、どっちで出しても大丈夫だから。あ、ギリギリ入ってるね、よかった。いいな、こんな感じで地道に配ってもいいし、こうやって左と同じように通分して全部乗っけるよっていうやり方、どっちでも構わないのでね、好きなやり方見つけて自分で使いこなしてみてください。いいかな。それじゃあ今回はね、中学校2年生の数学、いろいろな多項式の計算2についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次はですね、式の値といって、計算、まあ、これの知識また使うんだけど、計算をして、あの X とか Y のとこに文字を入れるね、計算をやっていきますので、もしよかったらね、そっちも見てみてください。それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。